円の宝が、その宝は劉備からもらったもので、義円は激怒し、すぐさま正妻らと共に赤壁の地を舞台に。我宝取られた、劉備くれた宝取ったやつ許さん。そのお宝を頂戴した名乗るもおこがましいが、この五右衛門様で、あばよ船でつらかるぜ。あの隠したお宝、無事だろうな。お頭のためだ。ここから先へは通さないぜ。私と手合わせ願おう。お宝取りに戻ろうかな。あの隠したお宝、任せよ、これまでだ。感心できねえんだ、すまねえ。うん、いけず言わんと。お国さんとは戦いに、とすればあっちにずらかるか。おかしらんとこには行かせねえぜ。宝取りに戻ろうかな。なんだか隠したお宝が心配になってきたぜ。やっぱりお宝を取りに戻ろうかな。行かせるわけにはいかねえな。なんだか隠したお宝が心配になってきたぜ。尋常に勝負。その強さ、心強いです。やっぱりお宝を取りに戻ろうかな。怪我したくなきゃよそで行きな。なんだか隠したお宝が心配になってきたぜ。お頭には指一本触れさせねえぜ。
やっぱりお宝を取りに戻ろうかな。はい。これ以上勝手な真似はさせぬ。これ以上勝手な真似はさせぬ。はい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 。早死にしてやさ、かかってきやがれ。まさしくコントレー天下の大泥棒五右衛門様も年貢の納め時か。しゃあねえ、詫びに仲間になってやっから、勘弁な。敵将、橘が討ち取った。ほな、ご一緒しておくれやす。